何してました？<laughs> 私はなんか今日はいろいろとやらかしでいいでした。半オブセイです。<laughs> 研修生公演のトマハの写真見返してたけど、マジで可愛いなおい。本当に思ってんのかな？本当に思ってますか？思ってたら好きです。 あちょっとてラジオになったのはお化粧してないからなんかまあお化粧も今してないんですけどもともとねいろいろと何でか分かんないけど間違えちゃって9時半にね配信する予定だったんですよ本当に間違えちゃってねそう間違えちゃってでそれでね、まあ、9時半に配信だから、まあ、そろそろお風呂入って準備するかって思ってねお風呂入って上がって。 でやっぱ8時半じゃないとまずいってなっちゃってでそれであのー、髪の毛とかもさ乾いてないわけじゃんだからなんか髪の毛が乾いてないくてマジでやばいからラジオになってしまいました本当にごめんなさい申し訳ございません <laughs> ずっと友果のこと考えてたよ、キリ。ああ、嬉しい、ありがとう。<laughs> 今のなんか言い方やだね。本当に嬉しい、ありがとうね。背景映せないくらい部屋汚いのか。いや、そんな、そんなね、そんなことないよって。当たり前じゃんって。友果の部屋が汚いわけないよって。なんかこうやって言うとなんかさ、無価値で汚いのって思われちゃいそうだけど、本当に。 あのね、普通です <laughs> <coughs> 明日ライブ見れるぜあ嬉しい楽しみだね明日も明日も明後日もライブが2本ありますよね大変頑張りやす <laughs> でも本当にさ明日さずっとさ一緒にいられるから楽しみですねその方が見たかったな嫌だな <laughs> こんばんはともはちゃんは右から何番目のアバターに似てますかあこれかともはちゃんえー、何番目ですか逆に <laughs> 何番目で似てます 今日は今日から春休みでずっとぐうたらしてたそうだあてかあれでもね卒業生の人はみんなもう今日くらいから休みですよね羨ましいですね <laughs> いいな私なんかさ今日さ社会科見学があったんですけどさもうびっくりするぐらい超大変でさハードスケジュールでしたびっくりしちゃった 色々とめっちゃ楽しかったけど楽しかったけどしかも私さあの前言ったっけあのお昼ご飯はあは私アレルギーだからなんか専門店みたいなところで,で絶対にね卵が入ってんのよで私が食べれないからずっと外で待機してなきゃいけなかったりとかでちょっといろいろ大変だったんですけど楽しかったです。<laughs> 岩狩りともはん見たかった。絶対可愛いやん。おてってるやん。好きやん。いや、耳赤いの嫌なんよね。耳が赤いのさ、ちょっと嫌じゃない <laughs> おびのにゃんにゃん。にゃんにゃん。今度やりますね。<laughs> ね今度っていうね。いや、ほに本当に。覚えてたらやります。<laughs> 今ね画面上でやっても分かんないじゃんみんなね <laughs> 今日もお顔が可愛いですありがとうやっぱ見えるよねやっぱ見えちゃうよね私のお顔が昨日卒業式だったけど寂しさがすごい確かに確かし確かしなんかうん 来年さ来年ってか今年受験生でさ来年卒業って感じさまださ全然せえへんのやけどさどうしようってなってる <laughs> 何見学したのなんかいろいろ行ったんやけどあの江戸東京博物館とかあと神田明神も行きました <laughs> いつも着てるとこやって心の中で思ってました <laughs> 今日の配信も友ハの顔が可愛すぎるな幻覚が見えるお見えますかやっぱ友ハのことが好きだと見えるんだと思いますとかなんかめっちゃさ多かった6カ所も回るんよ無理じゃない普通に冷静にだってさあのー 9時ぐらいにさ自分のさ駅さ出発してさあのー、行ってさなんかもう何か所もさ6か所もさ回ってさ6時間ぐらいでさ6か所回ってそれでさお昼も食べてってさん難しくないまあだからさ実際さ移動距離とか考えたら結構さやばくない <laughs> 声もかわいいいや今日さ声がおかしいんですよ3日前ぐらいから声がね <laughs> 俺のこと見たら耳赤くなっちゃうもはかわいい過去限界 <laughs> 耳赤いのはかわいいだろえかわいくないよ嘘だ嘘だともはしか見えともはが見えんピエン見えんピエン, <laughs> エン,エンインフンでみたいピエン時間間違えないでよ間違い間違えましたいろいろとごめんなさいごめんなさいごめんなさい,なさい謝ります がちょくちょく関西鉛になるの好きなん,よ、ね、好きなんだよねえ違くえ関西鉛なんてさなってないよね今6時間で6箇所は確かにきついでしょやばいんだけど <laughs> 今日鉛強いの気のせいあー日によるの <laughs> プンプンなってるよ。どういうことプンプンなってるとはラーメン食べに行かずにもはの配信に来たから褒めてほしい。え、それは褒めちゃう。ありがとう。好き。<laughs> 関西弁になってるって <coughs>。なってた気がするけど、無自覚いや、自覚はないよ <coughs>。がっつり関西だった。え、本当に いつえやだ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  <laughs> 間違えてるかなと思ったらあの女間違えてたの草草じゃないのもうさ今日はねちょっと反省オブ反省いろいろなんかねなんか大変だった <laughs> 水分取ってえそうだよね水分だよね絶対水分取ります今からずっとにリ寝る前でまでに2リットル飲みます嘘だけどありがとうボースキーボーなんで違うんだけどでもさそうやってさ言われるよねよくそんなことないよ本当に思ってるよねありがとうってありがとうって関西弁にさ 別になってなくなくいえとか私たぶんさ,多分さおもやばいあこれだな分かった私絶対さ思うとかさえ多分さえ思うはさ関西関西なまりん思うか思うんだけどさ思うんだけど、うん、うん分かんなくなっちゃった。 逆に関西弁で話してみようこんなに可愛いでも関西弁しゃべればもっとオタク増えるかもよ増えないでしょ絶対どこ,か考えたって <laughs> どこが考えたってどこが考えたってってなんやオタクは方言しゃべる女の子好きだからぜひえでもあれでしょ好きなのってさ関西じゃなくてさあれでしょ博多とかでしょ だったでしょう。<laughs> だったでしょうって何？<laughs> ともはの棒の好きは言われたことある。なんで棒じゃないんですけども。うんー、棒じゃないんですけど。フフ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 よく,ください。直接言わせてください。ね。<laughs> これが棒読みか。フかったぞ。 絶対これだな <laughs> 分かっ言わせてくださいみたいなこれでしょ絶対えじゃなくてそうだよねきっとでも本当に思ってるからね心の底から意外と意外と意外とだいぶ思っちゃってたりしたりしてるんですけども <laughs> トモハ俺のません顔が一致した時めっちゃ爆笑してたね <laughs> いや面白かったよごめんなさいねなんか <laughs> 自分関東生まれの関西育ちだからどっちでも違和感ないわないよねわかんない <laughs> ないよねって何 <laughs> 直接特典会で言ってねうんオッケーオッケー言うよ言う 好きって言ってるから知らないんだけどそんなことないってなんでみんなそういうこと言うんだよそんなことない友果は心優しい女の子だよ <laughs> 心の優しい優しい女の子だから俺京都住んでたから関西弁喋る子好きなんすよね京都住んでたら関西弁喋る子好きになるの フ <laughs> でもさなんかさ京都じゃなくて私神戸だからさなんか博多弁とでも水筒よとかは言わないけどあの何々しとうっていう何々しとうみたいなのがあのなんていうのそうなんていうの <laughs> えなんか何々しとうとかはあの神戸で神戸弁みたいな 感じなんやけどどんなイメージだったんだろうっ思った確かになんかいろいろと失礼いたしました <laughs> トムハの好きだよ 気持ち入ってないのいいよいや気持ちは入ってるのよだいぶねあの1万パーセントぐらい入ってるって言っとく本当だけど <laughs> 研修生公園行ったらたくさん好き」ってイケボイスで言うわ <laughs> イケボのことさイケボイスってフルで言う人最近なんか久しぶりに聞いた <laughs> なので、失礼します。最新頑張ってください。ありがとう。いってらっしゃいませ。なになに、人 <laughs>。もう、は声だけでも可愛いよ。ありがとう。<laughs> ありがとうございます。そう言っていただけて。嬉しいです。ヤンス。<laughs> トマハは声だけでも完璧だから今ラジオ配信おかずに白米食べてるおー白米白米はおかずなしでもいけちゃうんだけどね私はいけちゃいませんか皆さんは何もつけずにいけるよねもう花粉がさ最近すごいのよ もうささ花粉ってさ辛いよねだって私熱出るし花粉で花粉で熱出るし頭痛くなるしさリンパ腫れるしさ大変じゃない花粉って夏も大変だけど春も大変一昨日ともはに会えてスコミがふれたスコミって何け <laughs> る ともはがやんでれともはになるのはいつやんでるって何やんでるって何ですか北海道がふんなくて楽だから引っ越してきなよい,いや私寒いの苦手なんで <laughs> 寒いのだいぶ苦手だからちょっと遠慮しておきますなんか私さ,なんか,さなんかめっちゃ寒がりなの多分だでなんかみんな誰も震えてないのにさ私さ ずっと学校でさ震えててさみんな上まぎ化してくれるんだよね <laughs> 優しい花粉辛い一緒え辛いよねもう目がって感じ <laughs> 暑いのも苦手でしょ暑いのは別に苦手じゃないんだけどあの汗をかけないから汗がかかないから熱が体にこもってあの 熱が体にこもってまず絶対にあの検温は引っかかるしあのもうあのコロナの世の中でこの体質はめっちゃつらいやみながら出れるどういうことどういうことやみながら出れるとは <laughs> ひろおじさんこんばんは。 ワインも花粉で目がかゆいだよねみんななんかな、まあ、自分は今年は比較的花粉大丈夫私今年の方がやばいんだけど多分きっと花粉エグすぎて昨日,と昨日今日と仕事休んで部屋にいた花粉エグすぎて休める仕事がうらやましいです寒いの苦手なのに上着忘れがちなもはちゃん てか私さあれ持ってないよあのなんかさ何パーカーじゃなくてジャージジャージ持ってなくて私なんかさ寄付しちゃうのすぐなんかあの古着でワクチンっていうねあのー、やつがあるんやけど寄付しちゃうんよだからさすぐなんかもうなくて <laughs> なんかもう使わないかなと思ってたらさ使って。 なんか前の学校のやつ使っていいんよって言われてたんだけど,言われたんだけどさ「え待って持ってない」みたいになっちゃってさ <laughs>「今年花粉無理」えわかる今年花粉強いお強いですほんとに寒がりしよういつも一人で寒がってるえそうなの 痩せてるから寒いのダメなのかないやでも私よりもさ痩せてる子さいっぱいいるけどさその子たちよりも寒がってるから違うんだと思う <laughs> <laughs> 病んでるとは好きな人への思いが強すぎるあまりに精神が不安定になってしまう人を指す言葉ですへ、えー勉強になりました <laughs> そうなんだなるほどね聞いたことあったけどさ 何のことだろうと思ってました花粉症の苦しみ分かってあげられなくてごめんねわあそうやってねマウント取ってんだね羨ましいぜ <laughs> 寄付してるんだ偉いなん小学生の時からずっとさ寄付しまくってさ自分の洋服がなくなってんの <laughs> ウケるそうだからさビエンって感じ しちゃうよ。これめちゃくちゃかわいい。えこれってさ、え東京弁じゃないのしちゃうんよって。普通にやるかと思ってた。トッこんばんは。こんばんは。お久しぶりです。友果に会えない期間がないとやんでるになる。えー、ありがとうございます。<laughs> もうそろそろ電車降りなきゃやばいから離脱する配信が終わってね。バイバイ。ありがとう。 ありがとうございます。ネギネギさん、はじめまして。はじめまして。んなのか、ジャージ僕に寄付してください。ジャージね、でももうあげちゃったから、あの、多分カンボジアの子たちにあげちゃった。残念。ピエンピエン。しちゃうよ、東京弁ではなく関西寄りではえ、そうなの初めて知ったんだけど。 え言わないのみんなえ言わないんですかえ言わないのかななんか定期的にさあまた寄付の話にも上るけど定期的になんかうちにねボックスをねあの送ってもらうんですよボックスを送ってもらってそれをボックスをもう一回送り返してそのボックスに入ってるものを寄付するって感じなんだけどあのー そのボックスになんかが届くとなんか全部入れちゃう <laughs> なんか人にもらったものとかさ超気に入りのものとかは入れられないけど大体ね2ヶ月来てなかったら入れちゃうよね <laughs> だから嫌だなって <laughs> 結局さ自分何もないの <laughs> カンボジアに洋服買いに行ってきます おう。いってらっしゃい。<laughs> 言わないだって。ねえ。アカンノートの衣装が新しくなったら今の衣装を寄付してそう。<laughs> もう使わないやろ、つって。カンボジアに <laughs>。カンボジアに寄付する。ふぅ。誰か好きになったら一喜一憂になるよね。なりますか、皆さんは。 10年着せない服とか余裕であるいやいや10年着てなかったらもう絶対着ないって1年着てなくてもさ割と着ないのにさ絶対ねしちゃうんよ埼玉も言,うよおう言わないね言わないよこんばんは <laughs> こんばんは唐突なこんばんはえそうなの初めて知ったんだけど知らなかったフフフともこれ優しいのね なんかね、なんかや、なんか自分優しいみたいな感じじゃなくて、普通にただ単にやりたくてやってるだけだから、まあって感じ。服はゾゾタウンに売っちゃってる。服ってゾゾタウンで売れるんだ。まあ、私はまあ別になんか、家からなくなればいいし、なんか人のさ、助けになるんだったら別にカンボジアにバイバイってしちゃってもいいかなって思って、なんか、 本当に今声がおかしい。はじめまして。こん、この間の新木場で見て,しても、も <laughs> 一目惚れしました。一目惚れしてくれました。ありがとうございます。<laughs> ありがとう。嬉しい。ねぎなぎさん、ありがとう。バラとハート、いっぱいありがとうございます。ともはんのことを考えて一喜一憂してるよ。好きだよ。本当ですかね。 まあ買ったけど一度も着ない服ってあるな一度も着ない服確かに1個あったわ私の人生で1個あるそれ確かにカンボジアに寄付はいいことだねそうなんかでなんかそうななんからしいですなんかよかったらみんなもやってなんかいろいろさ調べないとさダメだけど だってなんかさこういうのはあれなんかあんまさどうなの話すべきなのかさわかんないけど話すべきっていうか話していいのかわかんないけどさあのー、あ結構さそういうあんま良くない人たちがさ関わってるなんかヤクザみたいな人たちがさ関わってるさ団体とかもあるからそういうのはなんかちゃんと調べてやらないとまあでも。 洋服とかは大丈夫だと思うけどやらないとねなんかちょっとうんって感じだからみんなあのやるときは絶対調べた方がいいしこれはなんかさあれだよねなんか街中でさお金とかあげるときもそうだよね九州生公園でたくさんドンハの 歌声が聴けてすこみが溢れたえなんかさ水曜日からさずっとさ声のさお調子がお調子がねちょっと変でございまして早く直したいなって尾がぴょんではまた出直していきます用事があるので頑張ってねいってらっしゃい研修生公演でなくあ読んだとも <laughs> は一目惚れだったなだったのかええー <laughs> こんばんばはじめましてリツイート企画はどれをリツイートしたらいいのえっと1日1回みやびちゃんと、えー、私で1日1回しかないんだけどその今日ショールーム何時何時からしますみたいなやつに「<laughs> ハッシュタグアクアの研修生」っていうタグがついてるんですけどそのタグがついてるのをリツイートしてくれ くれたら嬉しいです、えー、それでなんかその当日じゃなくてもあのー、次の週でも次の次の週でもその前にツイートしたやつとか例えば1ヶ月前にツイートしたやつとかでもカウントはされるのでみんなちゃんとリツイートしてくださいお願いしますともは初見の時は目が好きだったなあと唇が可愛かったありがとうございます ユニセフもシロやるもるんねねいいいののと悪いのそうだ、ね、なんか見分けないといけんよね <laughs> 僕もヤクザになるかオタクになるこの2つに1つの人生でした <laughs> まだいるありがとう言ってくれて嬉しいですありがとうございます <laughs> よかったねオタクでオタクでよかったですね前のもカウントされるねうんされるからぜひ皆さんお願いします 研修生公演歌が前回よりも良かった気がする本当にえガチで私さ自分でさ反省したのもう声が出なさすぎてちょっとつらみって感じだったからちょっと次回からはちょっと気をつけようって思って保湿保湿しまくりましょうって感じだったフォロワーが全員リツイートしてくれたらすぐ達成のはずなんだけどな <laughs> フォロワーがね、みんなね、リツイートしてほしいですよね、ちゃんと。あと7000リツイートはいつまでになのいや私もさ、いつまでなのかわからなくて、いつなのかわからないんですけど、なるべく早く達成したいじゃないですか。じゃないですか。最後のさ、研修生公演。 のさ前にはさ絶対達成したよね何気に C タイプ3000枚が難しそう頑張りますタマ玉肌うまくなったよねえ本当にガチ言ってるみんなこの間のさあの研修生公演さもうびっくりなんか自分でもさ反省反省って感じだった <laughs> だからもうちょっと頑張りたいと思います のど飴届けたいあそうだねのど飴私食べなきゃ明日買いますとりあえず分からんでもリツイートして,てみんなにお願いしているありがとうございますみんなもお願いしてください僕はアリサちゃんジュリちゃんトモハちゃん推しです来ましたえー、ありがとうございますともはもしてくれてて嬉しいです 声ちょっと通ってない感じは正直あった。え、だよね。わかる。だからちょっと辛いんです。だから、頑張って、明日までに直すんです。気持ちとしては、研修生のままの方が研修生公演あるからよかったりする。どういうこと ?C タイプ。 3000枚と研修生公演以外も全イベント対象なんでしょえ、そうじゃないそうだと思うけど。<laughs> この配信は何時まで ?9 時までです。僕は柚きさんと友達同士です。ありがとうございます。拡散希望って書いちゃダメなのいいんじゃないわかんない。なんかさ、あんまごちゃごちゃしすぎててもあれかなと思って私は。なんか,かあん、ま さあなんか自分が伝えたいことしかまあ拡散希望もまあ確かにあれなんだけどあれですねわかんない <laughs> そう知らなくてタイプ A 買ったのにいみんなさみんなさめっちゃ面白かったなんかみんなタイプ A 買いましたとかタイプ B 買いましたとかタイプ A と B 買いましたみたいなで C 買ってませんみたいな人が多くてさめっちゃ面白かったもうさか悲しいけどさみんななんかそうやって言うからさなんでってなった <laughs> 確率のさ3分の2でしょだって2個買ってんだからさ A と B 買っちゃってさそれ外すのって感じだよね <laughs> ありがとうございますでも A も買ってくれてありがとうございます A も B もでも c もたくさん買ってくださいお願いします編集生公演だったらも葉ちゃんとみやみちゃんの2人でのラブだからこっちとしては楽しい。 そうなの私たちがさ歌が聴けるからってこと「奥さん希望」と書くとよくわからんでもリツイートする人いるよあそうなのじゃあちょっとそうしてみますねもはや研修生公園だけ行けばいい説あるよね。 ななんでいいいっぱい来てくださいなこれから研修生公演は全通することになりました本当ですかありがとうございますみんなぜひあと23回 ?3 回かあと3回の研修生公演もうさ動員が頑張らなきゃいけないんですよねっていうか絶対時間過ぎちゃいましたねなので最後に告知をして終わりたいと思いますはい えと研修生公演の告知をと明日の告知をさせてください。え明日はライブが2本あります、はいまあなんかえっ、ー、と詳しくはツイッターの方を見てください。えー、そして、えー、研修生公演は、えー、次回は3月24日にあるんですけど残り3回になってて研修生公演が。 動員数が多分残り27080ぐらいあるので皆さんぜひちょっと大変なんですけど皆さんお友達とかいっぱい連れてきてくれたら嬉しいですよろしくお願いしますあさってもライブが2本あります来てくださいお願いしますじゃあね またね。ありがとうね。今日はごめんなさい。あの、ラジオになっちゃって。もう次回から絶対ラジオにしないように頑張ります。バイバイ。じゃあね。ありがとう。バイバイ。さようなら。